皆さんこんにちは、絵手紙妙華です。今日は絵を撮影する豆知識をお届けします。自宅や仕事で絵をきれいに撮影する方法が身につきます。スマホやカメラでも役立ちます。ぜひ最後までご覧ください。よくある失敗撮影です。室内で撮っております。これは一応写真が撮れているんですけれど、小さすぎるし斜めだし使えません。これは暗すぎです。これは曲がって台形になってしまってます。これは髪の凸凹が映っております。これは自分の影も映っております。では綺麗に撮影するにはどうしたらよいでしょうか。それは太陽光で撮影します。天気の良い日、外に出てください。場所を探します。日当たりの良い平らな場所が良いです。周りに広く何もないところが良いです。うちでは周りが草ですけれど、庭の飛び石のところが周りが広く明るくなってます。どこでも結構です。こんな感じで撮影します。注意する点は、自分の影が入りやすいです。周囲の影にも気をつけてください。手の影も映りやすいです。これは少し斜めから撮りましたので台形になってしまってます。絵が切れてしまっております。これも切れてしまってます。案外こういう方も多いです。白地に白ですと後で判別しにくくなります。これは周りが赤なんですけれど、カメラが赤に反応して色が少しおかしくなる可能性があります。つまりポイントとしては次の3点です。真上から水平垂直に小さくなりすぎず画面いっぱいにしてください。四方は開けておきます。自分や周囲の影が入らないようにします。太陽光での撮影はプロのカメラマンでもやっております。普通のカメラでも応用できますので頭に入れておいてくださいね。慣れてきましたらこのように2枚重ねてとか、最初から配置を考えることもできます。商品撮影は影が強すぎます。綺麗に簡単に編集をするにはどうしたらよいでしょうか。一つだけポイントをお伝えします。白が白らしくなればほぼ OK です。スマホや PC で編集します。このように取り込みましたらトリミングします。縁が入らないようにギリギリのところでトリミングします。これは横を向いているので角度を直しました。それからトリミングします。これは逆さになっておりますので180度変えます。左に影が映っているんですけれど問題なくトリミングできます。これはほんの少し傾いています。少し角度を調整してトリミングしました。色補正です。よく触るのが露出、ハイライト、サイドです。サイドは色が鮮やかになります。あとコンビニのコピー機をプリンターのスキャンでも取り込むことができます。綺麗に写真が撮れるようになりましたら、いろいろな場面で使いやすくなります。例えば名刺やハガキにも綺麗な明るい写真を使うことができます。ブログや印刷物で買うのもできます。自分の作品を撮影しておきましょう。大きなサイズの場合もこれと同じです。絵手紙妙華では絵の制作にまつわるポイントを時々紹介しております。ご質問やご要望はコメント欄に書いてくださいね。絵の好きな方、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは画面ください。